最終グループに残った4チーム、アメリカ、国旗が揺れています。グルジアドーム、そしてソビエト、ルーマニア、中国、この4カ国によります世界の女子の世界一をかけて、まあ、華麗な演技の中にもありませんけれども、はい、望みがだいぶ薄くなってきましたね。塚原監督もやることは全てやったと、開き直ってやると、まあ、その通りの10の演技で今日選手は頑張ったと思います。はい、規定で16位で、今日の10は本当に選手のびのびとやりまして、今のところ10位の位置にいるんですね。もうそれだけに非常に順位との差も 0.234 というわずかな差ですから、もう非常に悔やまれますね。はい、まあ、しかし団体戦12カ国の中には入れませんでしたが、13位ということですので、まあ、規定によりまして個人戦出場3人までは枠を確保できたということになります。さあ、これからいよいよ4チームによります女子の決勝。こちらがルーマニア、地元アメリカは先ほどから国旗、そして場内大歓声、ソビエトの強さが光りますね。そうですね、やはり女王の風格がありますね。ソ連の選手は強いです。ボギンスカヤがい、そして新しいメンバーのグツー、あるいはガリエワ、リセンコといったメンバーを揃えました。そして中国です。中国、この人がエースのヨウハ。中国のここまでの戦いぶり、どうご覧になりました？そうですね、ヨウハ選手を中心に若手選手もかなり伸びてきていまして、かなり層の厚い選手チームができているような気がしますね。さて、ルーマニアは第3位、規定で第3位というところですが、まあ、これまでのいわゆるシリバシュとか、あるいはドブレが引退しまして、若手へ切り替えてきましたね。そうですね、今ではルーマニアはボンタシュ選手がエースですね。はい、女子は2本の演技が許されます。その1本目、素晴らしいですね。ロンダートからの後方進出2回ひねりです。これまでの演技した選手の中ではほとんどが1回で終わっていたんですけれども、ソビエトのトップバッターは2回ひねってきましたね。しかも伸身姿勢、姿勢が綺麗ですね。そうですね、高さと空中局面での余裕がないとやはり2回は難しいですから。トップバッターでこの技というのはどう考えたらいいですか？もうそうな暑さしかないですよね。、なんでこの選手がトップバッターになってしまうのかと、羨ましい限りですね。出まして 9.90 で、いきなりです。はい、あとは何点取るんでしょうか。これから2回目、2本飛んで違った飛び方でも同じ飛び方でもいいんです。いい方が得点になります。1本目の方がわずかに良かったような気がしますね。去年のシアトルで行われたグッドウィルゲームズで優勝しましたナタリア・カリニナ、ロンダードから入りまして同じ飛び方です。はい、カリニナ選手は日本にも来日の経験がありまして、もうすでにトップバッターをやるほどベテランの域に入ってしまったのかと思います。ソ連の選手の回転の速さが驚かれますね。中日カップで日本にもやってきました。12月に18歳になりまして 9.875 ということは1回目 9.900 が得点です。アメリカです。アメリカ段違い平行棒、2人目、グリビッチ、最終予選は5位、今年の全米選手権は6位の選手です。非常に若くて若手で今伸び盛りの選手なんですね。トレーニングをカロリージムと言います。かつてのコマネチ選手ですとかマリル・レトン選手を育てたベラ・カローリーコーチの下で訓練を続けてここまで来て、非常にいい選手ですよ。迎えるのがこの人がベラ・カローリーさんです。はい、今回はアメリカチーム6人のうち4人までがベラ・カロリーの体操クラブに所属です。さあ、今度はソビエト、リーセン、ガリエワです。前方の半ひねりですね、屈伸違いの半ひねり、これも10点満点の跳躍技です。
着地姿勢までマットを見てもう止めに行くというそういう技術の素晴らしさがもう非常に優れてますね。2回目が 9.887、 したがってこの2本目に飛んだ 9.88 へはリセンコです。これもロンダーから来ました、はい、着地決まりました。リセンコ選手は最近国際大会でも優勝してソ連では最も推している選手ですね。アメリカ出てきました、エリザベス・オキの登場。ただいまアメリカで最も注目される選手なんですね。この人は手放し技、まず、はい、イエーガー違いですね。アフリカ生まれ、2歳までルーマニアで育ちました、エリザベス・オキのトカチェフ。非常に身長が高くスケールの大きく、しかも決まりましたね、はい、エレガントな体操をするんですね。あ、最終選考会は2位でした。この選手もベラカロリーのコーチを受けているわけですね、はいはい、元はイリノイのクラブで育ったらしいんですけれども、本人の意思がどうしても固くて私はベラさんのところでしか練習はしないということで移ったそうです。リセンコ2本目です。ほとんどパーフェクトに近いですね。規定演技では7位でした、このカチニナ・リセンコ。去年の中日カップ足首を痛めて制裁がありませんでしたが、先ほどアメリカのグリビッチの段違い平行棒は 9.800、 そしてオキノは 9.837 という得点です。ここまでソビエトチーム、カリニナが 9.900、 リセンコが 9.950、 ガリエバ 9.887、 アメリカ段違い平行棒4人目のシャノン・ミラーです。この人は中野さんどういう選手ですか。この選手も14歳なんですけど、アメリカではまたまた最も注目されると、最もがいっぱいいてはいけないんですけどこの選手は平均台が非常に得意なんですね、はい、私もこちらに滞在中何度か試合を見ましたけれども 9.9 以下の点数を見たことがありません。あ、着地見事に決まりましたね。今回のこの大きな大会ももう物おじせず、もう安定した日頃の平均台のバランスの良さもしっかり見せてくれてますからね。シャノン・ミラーは規定は2位、ボギンスカヤに 0.15 という、まあ、ボンタシュ、はい、ルーマニアと並びまして共に2位につけている。非常に今大会好調。得点は 9.900 で、ね、アメリカも非常にいいですね。ソビエトとアメリカのその差は 1.163。 ルツー登場、これも2回ひねりですね。あ、まあ、リセンコ選手の方がやはりもう非常にパーフェクトな演技ですね、はい、足も閉じて、この選手は少し足のばらつきが見えました。今年4月のレーニンスタジアムで行われたモスクワワールドスターズで優勝、この跳馬で優勝しています。ソ連の選手は6人中これまでに3人の選手が2回をひねってきますからね、はい、難度の点、テクニックの点でもやはりトップですね。普通1回目は 9.887、 先ほどリセンコは 9.975 をマークしました。非常に高い得点ですね。カチニナ・グツー132センチ、
楽をなくす。そうですね。こちらの方がいいですね。はい、1本目よりはこちらの方が逆もあったようですけど、やはりもうこうなると比較の問題ですから、リセンコ選手は同じ2回ひねり足を揃えてやったとなると、やはりこちらは減点がありますね。まあ、今回の世界選手権も6人の審判制で行われますから、リセンコが 9.975 を出したということは、10点満点をつけた審判が何人かいたということになりますね。そうですね、上下カットされて中間4人の点数の平均点ですから、まあ、中間で4人のうち3人は10点を出しているということでしょうかね。はい、あ、2回目が 9.925、さあアメリカの2年連続チャンピオン、エースが登場しました、ズメスカル。平均台は規定では一番良かった、段違い平行棒もまずまずと言っていました。インナー中外ですね。この選手は国際的にもかなり活躍してまして、審判にも名の通った選手で、名実ともにアメリカのエースということになってますね。最後のあの屈伸のダブルがピタッと決まりました。そうですね、最近はアメリカも他の選手もまだまだ強くなってますから、女王の座が危ないですからね。アメリカチームは何ですか、最終選考会が随分遅く行われたそうですね。はい、私も見学に行ったんですけれども、8月の23、24という大会の10日前ぐらいに行われてますからね。ソビエト、シュトビチナ。これは1回ひねりですね。半分ひねりになります。前方の半分ひねり。かなり飛躍のいい演技ですよ。地元アメリカ、まあ、初めてのメダルを目指そうというルジアドームは大歓声。中国のヨウハが出てきました。中国陳水亭、引退後の中国のエースです。前回シュトゥットガルトは第5位でした。まあ、残念ながら今回はもうエースではないんですね。ヨウハ選手、リリ選手という新しいまた中国のエースがいまして、はい、今のは失敗ですね。これ、あの本会場練習でも何とか練習を見まして、何回も練習をしてはあまりうまくいってなかったのが記憶にあるんですね。昔小さくてキビキビ動いていた頃と比べますと、やはり体も大きくなり女性らしくなった反面、競技力がちょっと落ちてきたように感じられます。9月の8日18歳、こちらアメリカに来まして誕生日を迎えましたヨウハ。でもヨウハ選手は表現力の方がしっかり身についてきましてね、技がダメでもこれでもかこれでもかというふうに動きを動いて、もう見てる方は何か胸がキュンとしてくるものがあります。さあ最後のタンブリングシリーズです。これも失敗。やはり試合前の練習から不安があったっていうのはいけないことですね。私もこの本会場のすぐ前直前に見たんですけれども、はい、ムーンサルトなんかは決まってませんでしたから ね。先ほどアメリカのズメスカルの得点は 9.912 でした。また新たな新旧交代ということに本当になってきてますね。屈伸月面失敗。中国はヨウハ、そしてリエン。この2人が前回のシュトゥットガルト世界選手権に出ました。それ以外の4人は新しいメンバーです。リリ、リ・エキホー、セキ・レイエイ、チョウ・ブンレイという6人です。まあ、アメリカでもヤンボー、ヤンボーという、そうですね、
あ、はい、日本式に言いますとヨハですけれども、ね、ヤンボー、はい、これね、人気があるんでしょ。ありますよ。中国選手はアメリカ 8.637 かなり、はいはい、人気があるんです、まあ、観客もよく知ってまして、お気に入りの選手が出るともう拍手ともう歓迎がすごいですからね。今やはり2回北京アジア大会の団体優勝メンバー、個人総合では陳水亭に続きまして第2位でした。マンボナンバー5、さあどんな演技を見せてくれますか。屈伸のムーンサルトですね。最近の中国選手は表現力が非常に豊かになってきましたね。普段の入退場の時ですとか必ず笑顔と手を振ってくれますからね、観客は大喜びですね。難度の高いシリーズです。演技中に笑うというのは非常に余裕のあるなければできないことですからね。直前の練習会場で私見たときに目が合いまして、はいはい、彼女ニコッと笑いましたよ。あ、そうですか。それは良かったですね。さあ最後は2回宙返り、うまくいきましたね。中国15歳李益鳳、やはり審判や周りの人たちも人間ですから、やはりニコッとされると嬉しいものがありますからね。私もああ喜んでますね。中国のコーチ陣が迎えます。入りの部分ですね、はい、得点 9.825、 これで最初の種目を終えました。ソビエト跳馬、アメリカ段違い平行棒、ルーマニア平均台、そして中国ゆか、最初の演技を終えました。種目移動の間にボギンスカヤの跳馬をご紹介することにしましょう。前回のチャンピオン、はい、2連覇を狙っているボギンスカヤ、ソビエト、いつ見ましても確実ですね。この選手着地を動いたの私見たことありませんね。そうですか。はい、さすがに1回ひねりっていうのはもう2回ひねりを見た後では寂しい気がしますけれども、はい、1回目が 9.950、 2回目が 9.962 という得点だったそうですが、今のは果たして1回目だったんでしょうか、2回目だったんでしょうか。演技台を降りてないところを見ますと、ね、あ、今のが1本目ですね。あ、1本目ですね、 9.950、 もう2本目も見せてくれるようです。この映像はポスト放送局 TWI トランスワールドインターナショナル、世界36の国に放送機関が中継放送しております。これが本目で動きませんよ。9.962 でした。はい、ますます演説された女性の美を感じますね。こちらがルーマニアです。ボンタシ選手です。エースのボンタシです。日本に来日した時はほんの小さなジュニア選手だったんですけど、あれは一昨年でしたね、はい、中日カップ、はい、で昨年見た時は少し太って、はい、これは女の子になってきたなという感じなんですけど、今年は身長も伸びて大きくなった分、そしてオリンピックの前年ということもありまして、かなり練習を積んできたようで、かなりシェイプされていますよ。前回のシュトゥットガルト大会はソビエト独占、ボギンスカヤ、そしてラチェロバ、ストラゲワ、
この金銀銅3人に続いて4位に入りました。このボンダッシュ、シリバシュドブレ引退の後のもうルーマニアのエースですね。そうですね、今までのルーマニアの選手もなかなかメダルあるいはタイトルに恵まれませんでしたから、今度もルーマニアはぜひともメダルは欲しいでしょうね、はい、規定終わった段階では3位です。まあ、4位に中国もいますし、3位までのメダル争いはなかなか厳しいですよ。ボンタシが平均台フィニッシュはどうでしょうか。抱え込みのダブルでした、はい、しかもロンダート後転飛び抱え込みの耐久台という3つの要素をつなげてきましたね。 9.950 という高得点でした。さあこれで最初の種目を終えまして、ソビエトとアメリカのその差が 1.526、 その差が若干開きました。そして2位アメリカ、3位ルーマニアの差が 0.213、 3位ルーマニア、4位中国との差は 2.087。 これはやはり2位と3位争いですね。アメリカが2位を取るか、ルーマニアが2位を取るか。ちょっと中国は離されましたね。さて2種目目、今度はソビエト段違い平行棒、アメリカが平均台、ルーマニア床、中国は跳馬です。ルーマニアの床を紹介することにいたしましょう。ポパ、前回はルーマニア2位でしたが、その2位のメンバー、最近の東欧の選手は非常におしゃれになりましたね。口紅とネックレスをしているというか。入りは外込みのメンタルですね。ほとんどの女子選手が1本目は抱え込みのムーンサルトがもう主流になってきました。まあ、これからソビエトの選手登場しますけれども、今度は伸身が出てきてるんですよ。レイクダンス風です。そうですね、最近はいろんな動きが体操に取り入れられてきますからね。一気に弾みます。最後のシリーズです。お、これはすごいですね。やはり強いですね、ルーマニアのトップバッターです。エウジェニナ・ポパ、はい、なかなかの美人選手でして、今年5月のスポーツフェアではあの中国リリと、ま、人気を二分したという格好になりました。そうなんですか、今年は見れませんでしたので、私はこちらにいましたからね、はい、最後ですね、これから前中ですね。2回中台で終わって着地を止めたりっていうことも難しいので、 9.825 です。やはり世界はすごいですね。日本選手本当に頑張ったんですけれども、もうとどまるところを知りませんね。アメリカの平均台グリビッチ、全米選手権では今年6位で最終選考会が5位です。まあ、ルーマニアの当時からカロリーコーチがうまいのか選手がうまいのか、このカロリージムの選手たちもみんな平均台が強いんですね。でこのグリビッチ選手も、まあ、カロリージムで練習するんですけれども、はい、
の平均台をぐらついたことを見たことがあります。そうですか。きっと練習量が多いんでしょうね。カロリーが指導をしている、教えていると言いますと、あの84年のロサンゼルスオリンピックのメアリー・ルーレットを思い出しますが、はい、アメリカの、まあ、パワフルでいかにもこうアメリカらしい明るさというんでしょうか、そういう雰囲気がありますね、はい、そうですね、まあ、その中でもエリザベス・オキノ選手という、はい、まあ、この後に出てくるでしょうけれども、この選手はまたエレガントさを備えているんですね。まあ、今回のアメリカ選手は、まあ、私はこちらにずっと見てきたからかもしれませんが、今までのアメリカ選手 の、 あの歴代のチームの中では一番強いと思われますよ。まあ、何しろ12回目の世界選手権の登場で初のメダルの期待がかかります。ソビエト、ガリエワ、先ほどの跳馬では 9.887 でした。これは素晴らしいです。コカテフ飛び越しからすぐに射撃をしました。この人はイエーが上がります。これです、閉脚ですね、体操競技では開脚、閉脚という順番で難しくなりますからね。うん、オリモムーンサルトと、はい、もう難度の点はもう問題ありませんね。内容的にはもう10点満点の技ですね。はい、10.34 いくんじゃないでしょうかね。そうですか。いわゆる D 難度がもういくつもあるわけですね、はい、いくら加点されても 0.4 が限度ですから、それ以上の加点があっても10点満点ということですからね。これが最後の高さもありますね。月面宙返り降りでした。14歳、ロザ・ガリエワ、チームの最年少選手です。来年のオリンピックには出てくるでしょうね。 9.925、 9.925 です。もうソ連の選手は 9.9 以下を取らないんじゃないかという思うような演技ばっかりをしてきますね。規定終わって 1.163 だったそのアメリカとの差が、さらに1種目終わって 1.526、 1.5 と広がってきまして、これ見てますとだん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 広がってきそうですね。そうですね、自由は本当にソビエトの選手も最も得意としてますからね。今度は谷明かりにな、はい、会場練習でも規定の練習はあまり見せてくれないんですよね。イエーガー、スカルダートですね。細かいつなぎの技にも変化があって、ソビエトの選手はやはり強いですね。着地がこんなに決まるんですかね。はい、ナティリナ、フィニッシュは前方の2回宙返り半ひねり、これもまたものすごく難しい技なんですね。こういうところにひねりを加えたりとか、細かいところが本当に上手ですね。144センチ、17歳というこのカリニナ、現在2種目目、ソビエトは段違い平行棒、ライバルアメリカ平均台、ルーマニアゆか、ね、そのアメリカが登場しました、はい、沖野、この選手得意の平均台での3回ターンというのを持っているんですね。何回か国際試合で使ったことはあるらしいんですけど、私は残念ながらアメリカ国内で見ることができなかったんです。今年のアメリカンカップで優勝して、はい、急に彗星のごとく現れた選手なんですね。まあ、審判の人からもかなり評判が良くて、スタイルはこれですね。これは2回、これはあのこれは後方伸身の2回中回ですけど、はい、ですね、あのターンといいまして、横にぐるぐるっとした感じに回る、まあ、フィギュアスケートとかで言いますとスピンと言われるような運動ですね。さあここからだと思いますが、見せてくれますでしょうか。やった、やりません、今のは2回なんです。
場内大歓声です。はい、2回でも D 難度という最高級の難度なんですよ。差を十分にアピールしてくれましたエリザベス・オキノ。中国ヨウハ1本目は 9.675 でして、これから2本目です。なお先ほどソビエト・リセンコは 9.987。ダードから1回ひねりです。画面に出てくるヨウハ選手はえっと失敗をしてちょっとな先ほどの1本目が成功してますからね。 9.675 が得点ですね。アメリカシャノンミラー、この選手の平均台をじっくりもう見てください。もうバランス感覚はこの選手の天分だと言われるくらい平均台に食いつくんですね。ここからのシリーズもまた素晴らしい。今の一つのシリーズの中に平均台で要求される座に平均台に近い演技、そしてミックスシリーズと言われますアクロバットと体操系のシリーズが全部入っているという、まさに平均台をするために生まれてきた選手ですね。このシリーズも素晴らしいでしょう。すごいですね。4つですよ。これも素晴らしいですね。たくさんのミックスシリーズが入っています。アクロバットシリーズ系の技というのは倒立ですとか手で支える、あるいは宙返りですとか、そういうものを言うんですね。体操系というのはターンですとかジャンプです。それを現在は続けてやらなきゃいけないという規則があります。さあ最後はこれです。ムーンサルトです。素晴らしい出来です。これは体感初のひょっとするとできるでしょうかね。10点満点出るかもしれませんよ、はい。今回は10点満点はできるだけ出さないように、前回のスーツガルトはかなり乱発ということで審判は批判を買ったんですけれども、でもこれは素晴らしいですよね。これ後転飛び後方2回宙返り連続からさらにもう一つ後転飛び、そして最後はムーンサルト月面ですね。これ、はい、平均台のムーンサルトーリーというのは世界で今何人ぐらいできますかね。日本の小菅選手ですね、あとソビエトの選手も何人かやったりしますけどね、はい、まあ、数えるほどしかいませんからね。そうですね、やはり最後にムーンサルトはやっぱりまだきついですからね。さあ得点を待ちます。まず自身とすれば完璧の出来だったでしょうが 9.950、 10点は出ず。なかなか審判も厳しいですね今回は、まあ、これだけの内容をやってきますとね、同じ 9.9 あるいは 9.95 の選手から比べますとやはりこの選手は一番だと思いますね。先ほど平均台アメリカ沖縄は 9.912 でした。ルーマニア登場しました。ボンタシュ、ボンタシュ選手が新進のムーンサルトを見せてくれるんです。前回の世界選手権で銅メダルを獲得しています。曲をよくお聴きください。そうですね、はい、この世界選手権のために用意しました。あ、やりませんでしたね。と言いますのは今のところが本来は新進のムーンサルトなんですね。会場練習でもかなり練習をしてかなり成功率は良かったんですけれども、まあ、チーム戦ということもあってか
まあ、安全策を取ったんでしょうね。それでも新進の2回宙返りは D の2部加点というウルトラ D の技ですからね。いろんな曲のメドレーによって、さあ最後ですね、何を見せてくれますか。月面でした。はい、抱え込みですね。最初と最後がアメリカの国歌なんですね。憎いですね。前回はあのロギンスカヤ、シリバシと優勝を争ったゆかの演技だったわけですが、これは2本目の1回ひねりから後転跳び、抱え込みの2回宙返りですね。はい、ちょうど今アメリカの平均台ズメスカルが、演技をして場内は大歓声だったわけですが、そんな中での今演技でした。ルーマニアのボンタッシュ。さあこれで2種目が終わりました。女子半分が終わりました。ソビエトのウツーの段違い平行棒種目移動の間ご紹介することにいたしましょう。ソビエトの選手は3人が審議申請という回転規則にない技を申請してますけど、この新しい技が見れるでしょうか。この具通はどうでしょうか。はい、スタルザートですね。おかせですね。これですね、屈伸から伸身の2回宙返り、9.975 でした。今度はアメリカのズメスカル。ちょうどゆかのボンタシュが演技をしている最中に見事なフィニッシュを見せて、強いですね。何かモンタッシュのアメリカンメロディーの曲が、このズメスカルのために流れているような感じもありますね。面白いですね。後方進出2回中での連続。この選手も非常に精神力のある選手なんですよね。まあ、今年春に行われましたマクドナルドアメリカンカップで同僚の沖野選手が優勝しましたので、メッカル選手が優勝できなかったわけなんですね。まあ、ちょうどテレビの中継を見ていましたところ、チームメイトに優勝をさらわれて、まあ、コーチの関心も向こうにそれてということでかなり出てたんですよ。相当悔しかったようですよ。ベラカロリーが指導する今回メンバーは4人います。アメリカチーム、このズメスカルの平均台の得点は 9.950 という高得点でした。迎えるベラカロリー、ボギンスカヤ、2連覇を狙うボギンスカヤ。この人の難度的な意味ではもうソビエト の続いてくる若手の選手にどうでしょうか、太刀打ちという意味では。で、ね、まあ、一緒にやってしまうと見劣りしてしまうと、まあ、それの若手選手は技で攻めてきますが、でもボギンスカヤ選手は円熟に技の正確で攻めてきますよ。
ご覧になりましたか、今の着地。9.96 にピタッと決めました、はい、このインディアナポリスといいますと、どうしてもスポーツファンにとりましては、自動車耐久レースのインディ500を思い浮かべますが、このインディアナポリスで行われているブジャード2種目を終わったところで、ソビエトと2位アメリカとの差がさらに開きまして 1.776、 3位ルーマニア、アメリカとの差は 0.213、 以下ルーマニア、中国というところです。さて3種目目、今度はソビエト平均台、アメリカがゆか、ルーマニアが跳馬、中国は段違い平行棒です。アメリカのキャンピ登場です。ミシェルキャンピ、キャンプ選手は4種目全部トップなんですね、はい、この選手は私がずっとこの滞在中見たところではいつも13位、14位、あるいは15位と中堅ところの選手だったんですね。今日は最初の段違い平行棒 9.80 で、はい、そして平均台 9.86 に安定してます。もう立派ですね、で最終選考会の時に突如8位に食い込んだわけなんですね。でその後調子を上げてきたので今回選手に起用されたと。それでもトップをこれだけ立派にやってるっていうのは層の厚さを感じますね、はい、規定の演技をソビエトのグツーと一緒に行いまして、かなり緊張したという話をしてくれましたが、学校の成績も非常に良いんだそうで、あ、そうですか。グレードポイントアベレージで 3.5、まあ、4というのが最高で、あ、それは大したことですね、グレードポイントがその 3.5 というんですから、はい、相当学力の優秀な選手だそうです。足腰はもうゼネスキャル選手とか、まあ、中国の選手あるいはソ連の選手に比べますなんか弱いなっていう感じはするんですけれど、エレガントさと柔軟性がある選手なんですね、まあ、最近ですとやはりパワフルなマリー・ルーレットン選手からパワフルな体操が主流でしたけど、やはりこういう女性らしい点を出してくれる選手もいます。ほっとしますね。ミッシェル・キャンプ、はい、地元でしかも初めての大きな国際大会、そしてトップがあった素晴らしい精神力ですね。この選手は現在カリフォルニアに住んでいます、はい、2本目のシード必死の2回宙返りですね。ソビエト、ジェソビチナ、今の入り方も手を使いませんで、はい、前方宙返りですね、ジャンプの連続、そして挑戦という後方伸身宙返りつながりますね。ちょっとぐらつきましたけれども、はい、この選手は日本にジュニア大会で来日したときに跳馬で手首を骨折してしまって演技ができなくなったんですね。ところがその後見事にカムバックしまして、もうこの大きい大会に出てくるようになりましたね。シュトビチナは跳馬で 9.925、 段違い平行棒 9.925、 いずれも 9.9 台という高得点です。2種目終わったところでアメリカに 1.7 の大差をつけています。この2回宙返りですね。
ですね。本当にソビエトの選手は誰を見ても着地決めてきますね、はい、もうそこまでいつも徹底して練習しているんでしょうね、はい、先ほどアメリカのキャンプの床は 9.725。 これが入りの前方違いですね、はい、しかもそこからまたジャンプにつなげるという入りは D 難度。ルーマニアです。カダレアン2本目の跳躍ですね。ルーマニアのジュニアチャンピオンです。1回目は 9.762。 エンダートから後方伸身1回ひねりですね。もうほとんどの選手がロンダートのこの伸身1回ひねりに挑戦してきますので、もう審判の人たちは採点大変でしょうね。誰がいかに高くあるいは遠く、そして着地まで完全に取るかどうか。今日はカダレアンは平均台で 9.937、 ゆかで 9.875、 2回目今 9.850 で2本目の得点になります。今度はパスカ。ルーマニアはボンタシ、ミロソビッチ、カダレアン、そしてこの人パスカ、その後めくりたコバと続きます。これも同じですね、伸身の1回ひねり、まあ、選手はどうしても着地まで決めたいと思うんでしょうね。足を開いて安定した着地でなんとか止めよう、まあ、でもあまり足を開くという着地はよくありませんので、はい、放送をご覧の、ジュニアの選手は真似をしないようにしてください。沖野登場してきました。入りは何でしょうか。伸身屈伸の2回宙返りですね。沖野選手本来はムーンサルトを持っているようなんですけれども、全米選手権の時も怪我のため故障ということで、大会寸前の選考会に間に合うために調整してきているんですね。肘を脱臼したそうでまだ完全ではないようですよ。それでもこの人の夢は大会勝つことということですからね。その最終選考会で2位に入りました。前方宙返りから2回ひねり、決して難しいシリーズではないんですけれどもね、この表現力、そして先ほど過ぎてしまったんですけれども、3回ターン床でも D 難度があるんですけれども、先ほど見せてくれた3回ターンをこの選手は平均台でやれるんですね、まあ、ご覧いただけなかったのが残念ですけれども、彼女の持ち味を十分に発揮してくれましたゆかでした。規定終わったところで9位でした。まあ、規定の出来は今までで最高ですという話でした。大したものですね。日頃の練習の成果を試合でピタッと合わせて出し切れるという、まあ、私もアメリカで友人ができましたので、なんでアメリカの選手はそんなに強いんだと聞いたところ、セルフコンフィデンスと、はい、自己の自信がそうだって言うんですね。 9.875 でした。リセンコ、これはすごい後方伸身宙返りの入りからの後方、さらに2回伸身宙返りつなげましたね。先ほど同じくソビエトのシュトビチナ、この平均台の得点は 9.825。 入
今のも面白い技ですよ。背中でのターン。縦通りですね。こうやって横からの画面で見てますと、はい、台の幅が10センチの演技とはとても信じられませんね。前方の伸身宙返り、今のがターンという技なんですよ。まあ、10センチの幅といいますとなかなか想像できにくいんですけれども、まあ、選手はまあ落ちたりいろいろ体中何かぶつけたりということを繰り返しながら、やはり練習量でその幅との克服をしているんですね。フィニッシュはちょっと頑張りきれませんでした。カティニナ・リセンコ、2種目終わったところで、まあ、ちなみに個人の成績で紹介しますと、このリセンコは第3位に位置しています。ドビンスカヤトップ、ルーマニアのゴンタシ第2位、そしてこのソビエート、リセンコ第3位。右の部分ですね、素晴らしいですね。平均台に手を使わず入ります。そのままさらに宙返りを2回続けて、これ10センチの幅、こうやって見ると、はい、まあ、足の幅よりも若干長いくらいの私なんかはもう片足乗っけただけでもう10センチの幅超えますけれども ね、選手は意外に画面で見るより本当に小さいですからね、9.900 リセンコ。ソビエトはこのリセンコあるいはボギンスカヤにどうやら個人総合の優勝を狙わしているようですね。そうですね、やはりソ連の狙いとしてはまだまだボギンスカヤ選手エースですから。シャノン・ミラー、先ほどは見事な平均台の演技でした。この床ではどうですか、見どころは。入りのムーンサルトなんです。これですね、テンポ宙返りから使い込みのムーンサルト、それと動きの中に見せてくれるこの表情豊かな動きが私は好きなんですね。この選手も本当に小さいんですけれども、よくニコニコしながらきちんと自分のやるべきことをやるんですね。さあ2本目です。でもところで、はい、規定との合計得点でいきますと第4位です。アメリカの選手は全て自分の所属のコーチがついてきてるんですね。手前にいるのがペラカロリー、そして向こうの、まあ、これはスティーブ・ヌーノというダイナモクラブのコーチですね。したがってアメリカチームはズメスカル、ストラック、それからブレビッチ、大木野がベラカロニー体操クラブ、あとの2人が違いますが得点 9.887。 オンタシです。後の1回ひね、やはりチャンへ着地と途中での足の開きですね。という得点がこれ 9.950 の技だったんです。
はロンバードからのそうですねというのが、はい、どんどんになりましたね。今画面左 4.91 と表示されましたが、はい、跳馬の跳躍技は4つに分けられてるんですね、はい、4グループの91番目の技というのが今演技されたロンダートからの入りの後方伸身1回ひねりの技です。中国のリリさあこの選手新しい技を見せてくれるでしょうか。トカチェフトビット、はい、しかも攻防打ち抜きという、さあここからですよ。やらかいですね、肩がやってくれました、はい、最終が1年前の北京アジア大会で銀メダルを獲得した段違い平行棒のです。こういう角度から打ちされるのもなかなか珍しいですね。そうですね、はい、このフージアドームは点が出まして 9.950 あ、女王登場してきましたボギンスカヤです。何しろ世界選手権で2連覇を狙っているウトラナ・ボギンスカヤ、前回はシュリバシとの激しい女性の戦いがありました ね、 はい、7月のプレオリンピックに優勝しました。ソウルオリンピックの勝利以来武器なしでしたからね、まあ、今回も、まあ、個人総合世界選手権2連覇を狙ってくるんですね、はい、国内選考会で途中で怪我をしまして棄権したそうですが、まあ、それでも過去の実績を買ってこのナショナルメンバーの中に入ってきました。どうでしょうね、世界選手権のチャンピオンですからね、はい、なんとも言える風格があるんですよね。そうですね、動き方にも独特ですね。顎をクッと上げるところがいかにもボギンスカヤという感じですね。という演技は 9.950 でした。さてこれで、あ、もう一つ見せてくれますね、種目移動の感じ、ウメスカルです。不審のミサイルですね。この選手は2本目のシリーズに見せ場を持ってますよ。非常に足腰のバネのある、まあ、いかにもマリー・ウェトン選手の最大を思わせるような選手なんです。面白いですね。場内手拍子、さあここからが私の見せ場ですよ。テンポ3回から、おお、よくあの狭い、今ラインオーバーしませんでしたね。しませんでしたね。いくつ技をつなげたんでしょうね。アメリカチームは世界選手権で初めてのメダルを狙っています。何でもいいからメダルが欲しいというのはこのズメスカルの話です。まあ、個人も含めてじゃないですか。なるほど、最後のシリーズは何でしょうか。ダブルで持ってきました。めちゃくちゃ熱いですよ。アメリカは体操がものすごく人気があるんですね。体操の選手ももうルメスカルというだけでも大騒ぎしますからね。という 9.950 の床の演技でした。ルーマニアはミロソビッチ、
これはなかなかいいですね。やはり空中の高さですとか体、体の締めですとか着地まで止まってますからね。そういえば、今36の放送機関で、いろんな放送局がこの会場から中継でお伝えしていますが、ルーマニア放送局、我々 NHK から隣の隣のもう一つ向こう側にルーマニアの放送局があるんですが、はい、ナディア・コマネジが、ね、元ルーマニアの、ね、9.975 という得点でした。母国に元気な姿を見せられて、声と姿を見せられていいですね、はい、世界の51の国と地域、過去最大規模の大会です。さて、アメリカのルーマニアが追い上げてきましたね。並びました、はい、同点になりました。2位のアメリカ、ルーマニアとソビエトの差はさらに広がって 2.039。 中国はちょっとアメリカ、ルーマニアに離されました。以下、ブルガリア、オーストラリア、そしてこの前のグループで行われた順位をお伝えしておきますと、6位がオーストラリア、7位スペイン、8位ハンガリー、9位北朝鮮、10位ドイツ、11位フランス、12位カナダで日本13位です。最終種目、アメリカは跳馬です、ね、この種目でアメリカが何位になるか、ね、ルーマニアが何位になるか決まりますね。キャンピの1本目、ドンダートからひねってきました。これは抱え込みの1回ひねりで、はい、伸身で行うよりも 9.9 満点という加点がちょっと低い技なんですね。さあ、これアメリカとルーマニアの一騎打ち、2位争い、ね、メダルの色が銀になるか銅になるかというね、大きな違いでしょうね。めくりた、向きを変えて前方をしたりからイエーガー中返りした場合ですね、はい、最後はムーンサルトですね。決まりました。今回は鬼にムーンサルトを持ってくる選手、あるいは伸身の2回宙返りを持ってくる選手が増えましたね。画面の方も2位争い、アメリカとルーマニア交互に変わります。1本目は 9.750、 かつ2本目、おこっちの方がいいですね。そうですね、まあ、でも惜しいことです。わずかながら後ろに着地が、でもいいトップバッターよく果たしましたよ。これが画面消えてしまいましたね。画面で2本目が 9.787、 若干上がりまして、カップの得点、跳馬は 9.787。 今のがミラーコーチだったんですか。いや、ミラーのコーチですね、はい、グリビッチ登場、グリビッチ1本目です、はい、これも同じ飛び技、はい、姿勢が体を伸ばしてますので伸身ですね。こちらが10点満点の技なんですね。ルーマニアの先ほどめくりた、得点は 9.85。 続いて今度はアダレアンです。補助がちょっと来ましたので、さほど確率は高くなった技かもしれません。離れ技の D 技にはあの補助がついていいという、はい、まあ、選手の安全性をあの保護するために、あの落ちた時の衝撃とかないように手を出してもいいと。ただし演技中に選手に触れた場合は 0.5 の限定になってしまうんですね、はい、バンダ・ハタレア、これは先ほどのイエガーのところでしょ、トカチェフのところですね。トカチェフのところですね。下に
低いバーがありますので、はい、まあ、失敗したときに後ろ飛びすぎてぶつけたりとかいうことがないようにということで、ほとんどのコーチが後ろに立つようになってますね。平均台 9.935、 そしてゆか 9.875。 そして跳馬は 9.850、 安定した得点を出しています。マンダハダレアン、まあ、トップの点差を比べるとルーマニアのが上ですから、本当に分かりませんね。ルーマニアは前回2位、ここを4つの大会見ますと2位、2位、そして1位、あのロッテルダムで優勝して前回も2位、沖野です。グリビッチは先ほど 9.912、 これが1本目、どうですか。そうですね、はい、着地ですね、トン、トン、トンときましたね、はい、足がね、まあ、2回、2本動いてますのでね、こっからこれと、これはグリビッチ選手のロスローですね、はい、先ほど 9.912 のグリビッチの映像が紹介されました。まあ、よく言いますと、この選手の伸身姿勢というのが少し屈伸の気味があるので、やはりもっと体を精一杯伸ばしてほしいですね。ルーマニア、今度は3人目、ポパです。先ほどハダレアン 9.887、 ハリーの1回ひねり、銀が高いですね、大きな銀河でした。すぐ飛び越した、高手飛び越しですね。今場内2万近い大観衆は沖野の2本目の跳馬を見ていました。はい、本当に熾烈な戦いですね、両方の点数を見てるともう本当に計算するのが大変なぐらい細かいですから ね、はい、ね、この、アメリカで世界選手権が行われるのはフォートワースに続いて2回目ですが、そのフォートワース大会でルーマニアは優勝しています。この時はコマネチ選手も出てたんですよ。そうでしたね、はい、ドブレであるとかサボーであるとかシリバシ、過去名選手を生んできましたルーマニア、 9.90 でまた少しルーマニアがリードしましたかね。さあ今度は4人目です。ミラ、これが2本目ですね。先ほどいえ、これは1本目、1本目ですか、はい、はい、うわすごい、これもいい得点ですよ。この前の奥野選手2本目に着地を止めたようで、かなり得点が、はい、9.937 でした、はい、9.937、奥野、さあこちらはフォンタッシュ、ああ忙しい忙しい、映像はアメリカ、ルーマニア一騎打ち、はい、いい争い、映像もこの2カ国しか映ってませんね、はい、ソビエトはどこに行ってしまったんでしょうか。もう断然トップのソビエトは紹介されません。また離れ技ですね、コーチが立ってます、銀河、はい、はい、まあ、足の乱れがありましたけれども、決まった着地、はい、ああまたまた画面変わってアメリカ、先ほどキャノンミラー1回目は 9.937、ね、はい、さあ2本目は同じ飛び方ですね。さあどうでしょう、もうそのまんまいつもの通りと着地を止めなくてもいいと、1本目でも 9.93 なんてますからね、もうリラックスしてしたようです。おそらく着地動いた分は点数は下がるんじゃないでしょうか。これこの段階でね、加納さんね、はい、アメリカとルーマニアのコーチはお互いのチームの得点というのは計算してますか。どうでしょうね、まあでも面白いことに1本目の方がいいようですね、はい、シャノミラーはね、はい、今アメリカとルーマニアが焦ってますけれども、そのアメリカのコーチのベラ・カロリー選手、昔、はい、ルーマニアのコーチだったんですね。そうだったです、さあ今度はアスが登場しました。もう 9.9 以上の争いです。先ほどのボンタ氏は 9.912、 3種目終わったところでアメリカ、ルーマニアは並んで2位、もうあまり期
細かくなりますと私たちは電卓がないと計算できませんね。本当ですね、はい、果たしてアメリカそしてルーマニアのコーチは、電卓で計算しているかどうか。まあ定数の計算よりも選手がどれだけミスなく着地まで決めれるかのアドバイスと、まあ、励ましでしょうね。もうそれしかコーチはすることがありませんね、試合上では。エリーストラック5人目の演技者です。最後にはエースのズベス、4人目の演技者です。あと2人残っています。あ、決めてきますね。トリコーチ喜んでます。これでひょっとすると銀2位に行けるかというベラカロリー。でもカロリーコーチというのはすごい人ですね。ルーマニアでコマネチにメダルを取らせ、はい、アメリカでマリー・ルエットに金メダルを取らせ、はい、今度はチームで銀メダルを取るこの4人の選手に育ててるんですからね。過去アメリカはこの世界選手権でメダルを取ったことがありません。トラックは 9.925、 2本目の得点になります。ルーマニア、ミソロビッチ、これが最後の演技者です。もうここは面白いですね。いいコンビネーションですね。ギンガーの前に大きな振り技でなります。あー、落下しましたね。これは大きい。勘違い平行棒でルーマニア最後の演技者、したがって彼女の、ベスト5の得点ですから、ね、彼女は入れませんね、はい、もうルーマニアのじゃ得点は決まってますね。あとは、現時点で 393.841、はい、おそらくこれ以上上がりませんで失敗しましたから、はい、ということは現時点でね、最終ですね、現時点で、アメリカは全ての演技終わってますね。いえ、アメリカはもう一人残ってますか、はい、現時点でね 394.078 で、はい、アメリカがルーマニアを上回ってますから、でこれが最終演技者ですね。そうです、ということはもう決まりですね。決まりですね、決まりですね、はい、メスター選手がどんな点数を取ってもベスト5は変わりませんので、はい、最終演技者、はい、アメリカの銀メダルが確定ですね。ですね、このアメリカエースのズベスカル1本目、これでも決めてくる。まだ点数が伸びますね。これはもう大喜びです、はい、今画面に映っているのはマルタカロリーさんといいます、ベラさんの奥さんです ね、 ですね、はい、アメリカ、選手は初めてのメダル獲得、しかもソビエトに次いで第2位、はい、銀メダルです。もうこれで決まりました。出ました、銀メダル。いやー、ベラカロリー、そして奥さんのマーサーカロリー、そしてスティーブ・ヌノーコーチ。あー、初めての出ました、10点。大会初めての10点です。優勝を10点満点で飾りました、アメリカ。さすがにアメリカのエース、キム・ズベスカル、今大会初めての10点満点。そうですね、はい、素晴らしい桃の持ち主ですね。どうなんでしょうか、もうこのユネスカルが演技をする前にですね、はい、ルーマニアの最終演技者が段違い平行棒で落下しました、はい、その瞬間にアメリカは2位確定というのはズベスカルは知ってましたでしょうかね。それで、まあ、選手は分からないですけど、はい、もうベラコーチは知ってたんじゃないですか。さて大変な騒ぎの中でこちらソビエト、もっと優勝に向けて点数を、そうですね、はい、ボギンスカヤ2連覇を狙っているスベトラナ・ボギンスカヤ、最終の床の演技です。前回ではこの種目で銀メダルを獲得、去年のワールドカップもこの床で銀メダルでした。
また曲と振り付けが変わったんですね。かなりスローな曲でボギンスカヤ選手の魅力が十分にご覧いただけます。屈伸のムーンサルトですね。イカ運動は難しい。タンブリングもやらなければいけません。1分から1分30秒の演技時間もありますから、もうボケチカヤ選手はできるだけ動きを少なくしないと難しい難度は保持できないのかもしれませんね。まあ、今回もかなり体は練習してきたという跡が見られるんですけど、やはり演じ組とともに体が少しなんか大きくなったような気がしますね。まあ、それでもこれだけ難しい演技構成とこれだけの表現力があったらまだまだやれるというジュニア選手にとっては励みになるんですね。不審の2回中外、ソビエトは、そうですね、2連覇、11回目優勝。ああ、カリニナ、見事な2連覇、11回目優勝、これがグッズ。そしてボギンスカヤの背中、リセンコがいて、ガリエワがいて、チェソビチが。ボギンスカヤは 9.962、 個人の争いで紹介しましてもボギンスカヤがトップ、そして2位にモンタシュが入っています。画面はルーマニア第3位です。2位アメリカと3位ルーマニアとの差は 0.275、 0.275。同点に追いつき、そして最終4種目目でアメリカ、やりました、ルーマニアを引き離して銀メダル、はい、この世界選手権で初めてのメダルを銀で飾りました。これでバルセロナオリンピックも面白くなってますね、はい、ご紹介しましょう。2連覇のソビエトチームは合計得点 396.055、 2位アメリカ 394.116、そして 0.275、 その差を広げまして第3位はルーマニア。3種目目の平均台の演技に入っていますが、今日はこの後